はい、お願いします。すいません、すいません。はい、器です。と花とサンゴ、花止め、うん、あのとてもいいですね。マジですか？うんうん、非常にシンプルで、うん、器見た瞬間のインスピレーションで、はい、もう一発で決めようみたいな組み立てになって、はい、はい、とてもいいですね、うんうん、あのね、はい、悪くないんですよ、うん、これで、ね、なんでこの真ん中の穴を選択したのかっていうところは聞いてみたいね。まあ、真ん中の口がね、なんとなくこっちに向いてたっていうのもあるんです、うんうん、っていうことはこの材料を見てこっち側に流したかったこの花の向きとか、ね、うーん、見たんでしょうね、多分ね、うん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 、それも悪くない。ただこれだと、まあ今 この角度ですからね。そう、取り残された感じですよね。右側が完全もう過去になっちゃうわけですよね。そうです、そうです。だから間を作るとしたら、もうこれぐーっとこっち寄せて、うーん、こっから向こう側の間も含めて見せていくっていうような組み立てで考えざるを得ないわけですよ。いわゆる間で逃げるみたいな方向を取るしかないっていうか、でもこんな仕掛けも入れてるしね、この仕掛け入れるんだったらこれが止まらないわけじゃないですね。入れてどうですか、これ。この未来に待ち受けてる落とし穴みたいなのが気になるかなとも思ったんですよねこっちに行くと、そういう意味で言うと、過去にある穴も気になるし、過去にある穴はもうあ、そのちっちゃい穴もあるのか。この穴もあるじゃないですか。いや、ここにアプローチするのに、うん、いわゆるこっち側の造形どうするかって話になってくるわけですよ。これ真ん中に入れたいと、この思いが強いと、でここにも穴あるけど、これ過去の落とし穴ね、それはもううまいことをクリアできたと、うん、でもこれこっち側に、なんかこっち側がそれにしてもかなり上との重いものを残してきてるわけですよ。これはなんかうまいこと解決しないと、まあ、結果は出てきづらいですね、それ。じゃあちょっとまた何かやってもいいでしょうか。であとはまあできればこういうものなくて、結果が出た方がいいですよね。で、アプローチとしてこの状態で結果出たから、そんな悪くないけど、必要だったって感じしますね。角度もそんなに変わらないし。あ、本当だ。必要ないよね、これだったら。でも こっちをここね、例えばこれをこのまま見せるとしたら、なんか策を練らないといけないんですよ。例えばこれの1個ブロックみたいな、ブロックみたいなものを1個ここにこう置いてみて、この間を全体にこちらに広げるような組み立てにして、そうするとこの動きがこっち側の点につながっていくみたいな、間として、でいわゆるこっからこのストロークの中で作品を見せていくみたいな、そうすると作品として見ることができると、一つの作品、こっち置いていった空間もこっちに伸ばしたらってことで、まあ、これはちょっと造形が違うけど、いわゆるこういうキャストの塊としてこれぐらいのブロックがこうボーンと置かれてたら見せきることはできるかもしれないですよね。それかさっきみたいに、そっか、右側に入れてちょっと短めにすると器が入る感じですね。でしたね、なんか。そうすると一個の器の中でのストーリー、わかりました。え、ちょっとやってみましょうか、右側で。じゃあもう一回やります。できました。はい、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 かかるの？逆？でもいいかもね。なんか、もうここでしか引っかからない。いや、向きを逆にするとか、器が打つ。あー、え、法則としてはどうなんですかね。光が来る、光が反する形になっちゃうんですけど、ライトこっちから当たってるから、
ライトには向かっていきますよ。じゃあちょっとやってみていいですかね。光が当たってますもんね。これもなんかもう水風呂に入れちゃったらいいんじゃないですかね。入るところまで入れちゃって、うん、でもいっぱいにはならない、うん、いいんじゃないですか。はい、美しい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。